こんにちは、ニンニンポラヤー。こんにちは、ピーナツくん。やったー、やったー。というわけで、こちら、ドーン、いやー、届きましたよ、ピーナツくん。届きましたねー。こちらですね、これ贅沢ウィークってのやったんですよね。はい、やりました、はい、そこで、ポンポコは一眼レフ、ピーナツくんはこの新型 iMac2021、 これをかけて熱い熱いバトルをしたんですよ。結果、何でしたっけ、一眼レフ。もう分かるだろ。一眼レフの可能性もある。これどう見ても iMac だよ。 iMac が届いた、届いた、最高ですね。というわけで、今日は iMac 開封動画やっていきます。よっしゃー。いや、めったにないことだね、こんな動画撮るの。本当だよ、無理してテンション上げてるわ、さっきから。いや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 、テンション上がるだろ。自分のじゃねえし。いやいや、見たことないだろ、新型の iMac。 いや、確かに、ちょっとさすがにね、ワクワクはしますけどね。ちょっともう、変わってるよね、今までと。カラーリングだよ、カラーリング。あーね、マジで可愛いね。今回すげえカラーバリエーションあるらしいから。らしい、全部何種だっけ。いや、すごい量。下調べのなさ。いや、すごい量。それじゃあ、レッツー iMac 開封。ガーッツ。このね、持つとこも黄色だね。そうですよ、デザイン性に優れていらっしゃるわ。あー、まあ開けてこい、開けてこい。お、いや、お、雑に開けんなよ。これ引っ張っていい、これ引っ張ったやつやっていい。いやいや、ダメダメ、僕がやりますから。あ、そうすか。いらねえじゃん、今日ポンポコ。いやいやいや、見とけよ。わーわー、うわー、こんな綺麗に開くんだ。まだ開いてねえよ。でかいね、21インチだっけ。じゃあいくよ。はい。おーおー、逆じゃないこれ。え、逆さじゃない今。だってヘローみたいなのが。ヘル、ヘロー、地獄。いや、違えよ。いや、ポンポコ押さえとくから。はい、もう赤子のように取り出しな。おい、今すくってる。はぁー、わおわお。じゃあ全部取り出すよ、この細かいの。はい。おお、すごい、はい、待って、マウスも線も全部黄色なんだね。ね、すごいですね。でこれ緑だったら全部緑になるってこと。そうですよ。すごい、めっちゃいいじゃん。めちゃくちゃデザインが。いや、さあ、もうめくっちゃってくださいよ、それ。このハローをめくっちゃっていいですか。私カウントダウンするんで。はい、3、2、1。うわー、オープン。うわー、うわー、すげー、すげー、すごい。裏も剥がせるよ。いいよ、剥がして。あ、いいの。いいですよ。剥がすの一番好きやわ。剥がすの、剥がすの体験してください、ポンポさんも。新しい iMac の剥がし。うわー、おいしゃい、うーわ、脱皮脱皮、 iMac の脱皮。うわー、裏だから伝わんないだろうけど。うわー、いや、やば、やっ、剥がし中だ。まず今回の iMac の特徴。お、急になんだお前。いや、もうそういう開封動画だから。あ、なるほど。テンション上がってるから。はいはい、はい、これ見てください、解説入ってきたな、急に。充電の根元、これマグネットになってるんですよ。あー、なんか今回マグネット式どうなんやって言われてたね、このデスクトップ。いや、でもこうスッキリすると思うよ、かなり。抜けないのか、ちょっと引っ張ってみようよ。そうだね、うん、ちょっと刺してみます。おー、ちょっと引っ張ってもいいんですか、これ。はい、刺しました。どんぐらいで取れるのか。あ、つまずいた。あ、抜けないわ。あ、抜けない抜けない。ちょっとやそっとじゃ抜けないね。あ、全然抜けないわ。あ、いいいい感じだよ。あー、つまずいた、もう無理。あ、こ、大丈夫です、抜けません、これ。よし、しっかりしてます。磁石だからもっと離れ取れちゃうかと思った。で、 USB ポート、はい、タイプ C しかないです。あー、あー、変わっちまったな。もう時代はタイプ C なんだよ。え、 SD 入るとこもないじゃん。いや、ありませんよ、そんなの。アダプター買えってか。いや、アダプター地獄だ。あー、これだいぶマイナスポイントじゃないですか、 USB 内の。いやいやいや、もうタイプ C に変われってことなんだって。で、やっぱ電源ボタンの場所もいいんじゃん。あ、この iMac の電源ボタン大好き。あの、指の腹に。あ、そう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 、フィットするやつな。そうそうそう、完全フィットするから。行きましょう。ちょっと、あ、待って。はい、このリンゴ光らそうかなと思ったけど。光るの？起動したら光るじゃん。え、後ろのリンゴ。はい、マジ。え、リンゴ光らそうじゃん。え、どっちだ、どっちが、どっちがいい、どっち見たい。え、リンゴ光る方が見たいな。でもじゃ、もう起動さすよ、はい、ポチッとな。おーい、おい、光らねえじゃねえか。あれ、ボーンの音だけだったわ今。あれ、リンゴ光らない。光らねえよ、何情報だよ。リンゴ光ってるイメージだったんだけど。無駄にも程があったな。おお、始まった、始まったね。もろもろの設定が終わってついに起動しました。イエーイ。まずですね、今回キーボードが右上にタッチ ID があるんですよ。すごっ、ほんとだ、指紋すごくない？あー、めっちゃ楽だね。なんかさ、パソコン開けるときパスワード入れなくていいってことだね。そう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 、指添えるだけでいいんだ。なんか、成金っぽくて確かに黄色っていうかゴールド感。ちょっと思った黄色よりも金だな。レティーナディスプレイ 4.5K なんですよ。おー、4K 以上あるんだ。そうなんです、すごい。これ24インチなんだけど。なるほど。マジでもうすでにさ、めっちゃ綺麗。我々の動画たまに 4K でしょ。そう、私たち何気にね、たまに 4K の動画で出してるんだ。
ですよ。ちょっとそれ見たいね。まず 4K ディスプレイで見るポコピの動画全然違うから、あと、ね、テレビとかでねぜひ見てほしいんですよね。本当ですね。 4K の動画は、YouTube つなぐ、 YouTube つなぎましょう。ポコピの贅沢ウィーク。あー、おー、すげー、めっちゃ綺麗、すごい、なんかあれだね、優しい色だね。優しい色ですし、あー、すごーい、すごい、なんかディスプレイ感があんまないね。ないないない。なんか写真みたい。そうそうそう。これが 4.5K。そう。はぁ、すごい。アニメみたいだね、なんか。うちとさ、ディスプレイのこの境目があんま気になんないね。なんないなんない。現実世界馴染んでいる。そう、奥行き感があんまないね。あ、すげぇ。なんかよかった、4.5K で。すげぇ。4K で作っててよかったわ。いや、これ 4K 綺麗ですわ。ねぇ。あと今回ですね、はい、音がめちゃくちゃいいらしいんですよ。立体音響です。なるほど、それで MV を見ていくと。はい、ちょっと僕の MV を見てね。ぴったりですね。音を感じ取っていただきたい。いいね、この。おい、もちお姉さん。新型 iMac で見るこれ。ね、色が合ってるわ。ちゃんと答えを出しなさい。お、いいのかな、音。そんなこと言われてもな。おー、綺麗。あ、いい。めっちゃ綺麗だわ。あ、すごい、ちゃんと低音も鳴ってますよ。ね。かなり。え、めっちゃいいんだよ。今さ、うん、横にいるけど、うん、結構ムラなく聞こえるというか、映画みたいな音響になってる。そうそうそう、すごい。おー、いいわ、めっちゃ綺麗。えい、この曲結構いろんな音鳴ってるんですけど、全部鳴ってますね。ちゃんと聞こえるね、うん、ちゃんと聞こえるわ。すごい、この低音がちゃんとなるの。え、しかもめっちゃ綺麗、画面ちゃんと暗いところも見えるね。あー、嬉しい。嬉しい。よかったね。これで流れる声、嬉しい。確かに最高じゃん。いいじゃん。いやー、僕今、はい、2016年型の iMac 持ってるんですけど、はい、うわ、なん5年ぶりの買い替え。そうですね、全然違います。それは違うな。全然違う。あれもね、6年アップルサボってないから。いや、あれもかなり音が良くなったって言われてたんだけどね。今回あれでしょ、 M1 チップ搭載なんでしょ。いや、そうなんだよ、噂の謎の M1 チップっていうのが搭載されててなんかアップル のノートにもよく言われてるし、はいはいはい、最近だと iPad Pro にも入ってるよね。そう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 、なんかすごいらしいんだよね。インテル入ってる的なテンションで、ね、M1 チップ入ってる、それがすごいらしい。それの実力見ていきたいですね。もう編集プレミアでやってるんですけど、書き出しがなんかめっちゃ早いらしいと、はい、ああ、それはね、だからいつも使ってる、いつもだいぶ Windows のね、いいやつをね、はい、だいぶ3年前に買った、はい、30万の、はいはい、ゲーミングPC ね、ゲーミング PC で書き出してるのと、それが何分、それで丸々分かかるのがこっちだと何分なのかっていうのをちょっとね、この後やっていこう。いやー、相当ね、うん、こいつも頑張れると思うけどゲーミング PC もすごいからね。そもそも、はい、我々の動画書き出しめっちゃ時間かかるから。そうなんですよ。はい、というわけでですね、プレミアの書き出しといろいろ試してみたんですけども、はい、噂の M1 チップ、はい、VTuber の編集には全く不向きでしたね。くそーいや、ちょっと特殊すぎるね、僕らのデータが。そう、ちょっとね、VTuber の編集やっぱ重たくなるんです。しかも 4K で最近やってますから、はいはいはい、4K の動画編集をね、もしかしたら M1 チップで早くできたらね、ちょっと iMac 行こう、ちょっと考えましたけど、どれぐらい違うのかと言いますと、はい、Windows のスペックがこちらですね、ざっとですけど、はい、このスペックのパソコンで、45分ぐらいで書き出した動画が、それでも長いね、ですよね。それが、Mac だと2時間放置しても残り80時間と。おい3日ぐらいかかる。マシそうなデータでも試したんですが、60時間と。いやー特殊すぎる。やっぱね、ちょっと特殊すぎるから、編集が違うんだなと思いました。そうそうそう、はい、実写とかだったらね、また変わってくるかもしれないけど、いや、これは VTuber の方々、はい、聞いてますか、まあ、VTuber でこうやって毎日こう実写とか使っていろいろやりたいって人は Windows の方がいいかもしれないですね。はい、か悲しいですが。というわけで、はい、この新型 iMac、はい、何もカスタムしなかったら15万円ぐらいで。 iPhone と変わんないからね。いや、そうだよ。そう思ったら本当にやばいよ、値段的に。そう、いやー、懐かしいな。何が。僕は昔 MacBook を欲しくてさ、はいはいはい、248回払いで買ったのを思い出すわ128か、どっちだったか忘れたけど。すごいね、5歳児と思えない思い出持ってんだ。いやー、懐かしいよ。いや、嬉しいな。で、今回僕、うん、いろいろカスタマイズして、はい、267,800円。おーい、何を足したんですか、主に。いや、メモリ、これ、あー、大事ですね。16になってるし、ロジックプロっていう音楽制作ツールが入ってます、はいはいはい、僕基本的にこれで音楽を作っていくのと、まああとはなんかクリエイティブなことをやっていこうと思ってるんでアップル
ルに染まっちゃってるわ、こいつ。クリエイティブなことを。いやー、嬉しい。ありがとうございます。はい、じゃあ今日見てくれてありがとうね。また明日。じゃあね、バイバーイ。